今回は新キャラの二丁拳銃持ってるキャラでレベル数をどれだけ高くできるかのチャレンジ動画です。ステージ、酪農場は基本ステージの中では難易度が高く、レベルチャレンジするためのベスト装備構成を作るのにとても大変でした。いつも通り初手は歌、なるべく歌を早く強化して空白の書を取得しよう。常時歌が展開できるようになれば1段階目はクリア。次は歌か銃のどちらかを進化させたい。どっちを進化させてもいいと思う。酪農場だけは例外で武器の進化が10分前でも可能。ちなみに最終的な装備はこれ。このステージはマップに4種類のアイテムが落ちている。取得の順番は翼、磁石、アーマー、最後にろうそくだよ。どのステージでも共通することだけど、終盤の敵の経験値はすっごくおいしい。だからレベルチャレンジでは必ず後半の敵をいかに多く倒すかが鍵になるの。そのために基本的にはどのキャラクターでも鳩を使う。この新キャラは初期武器の銃が2丁で1セット、鳩も2羽で1セット。武器の圧迫が半端ない。この2つで1つに進化する系の装備は進化前が微妙。難易度が高い酪農場でこのお荷物装備を使うのは辛かった。テクニックはステージにあるギミックのトラップを踏みまくって敵を量産すること。これで通常の敵プラストラップの敵で経験値が美味しい。緑色の棒、不動産屋のイメージキャラクターが出てくれることを期待しよう。5分から出てくる敵がほんま硬い。倒されないように注意してね。余談だけど、ティラミスはどこかのパッチで修正されて、ティラミスの死亡回数分死んじゃうとティラミスがアイテムから消えて一枠開くよ。ほとんどの場合使えないけど、ちょっとしたチップスだね。ひたすら敵を倒して赤石を作って取得する。そしてできる限り早くアイテム枠を6個埋める。どれだけ早く歌と銃の2個を進化させることができるかでレベリングの効率が変わるよ。
スはなるべく最後の方に取得し、レベルは極力上げないようにしよう。序盤に取得しちゃうと宝箱から出現しちゃって、意図せずレベルが上がると地獄を見ちゃう。歩き回っても敵に殲滅されない感じになれば、アイテムが落ちている場所までダッシュ。必ず最初は翼から取ってね。銃が進化したら鳩を2羽集めて進化させるのを忘れないでね。鳩の進化後、空いた一枠はペンタグラムで埋めよう。ペンタグラムが進化できるようになってから、レベリングがとんでもなく効率が良くなったよね。
視聴ありがとうございました。